こんにちは、ミミです。モカです。今回は、陸上向けの防空システムを作ってみました。知ってる人も多いかもしれませんが、私の近くにはヤバい村があります。近くを通っただけで撃ってきたり、私がいるところに砲撃してきたりします。ミミもいろいろやってるけどね。それは、正当防衛です。そんなことより、こんなヤバい村が近くにあるのに、防空システムがないのはまずいです。前作ってなかった？前作ったやつは、性能が微妙です。ポンコツってことか。それに、レーダーについて理解が浅い頃に作ったやつなので、新しく作りたかったんです。新しいやつは、なんか違うの？設計思想からして違います。新しいやつは、特定の地点を守ることに特化しました。相手のミサイルに関しても、単純な GPS 誘導ミサイルの方は攻撃を想定してます。あと、ある程度対チャフ能力もつけました。GPS 誘導ミサイルにチャフをつけるのは、割と簡単にできちゃうからです。ただ負けば良さそうだしね。あんなヤバい奴らです。どんなミサイルが飛んでくるかわかりません。前回、放射能汚染ミサイルを作った奴が言うことか？ストアの放射線は15分で消える魔法だからセーフです。じゃあ、迎撃の流れを見ながら簡単に説明してきます。まず、捜索レーダーが敵ミサイルを捉えます。前についてるのって何？チャフ対策の重りだよ。これを使ってチャフを判断してます。敵ミサイルが防衛地点に近づいてきている、と判断すると、迎撃ミサイルが発射されます。迎撃ミサイルは、約300メートル毎秒出ます。ミサイルのレーダーには、チャフ対策で旧レーダーを使っています。なんか違うの？旧レーダーと新レーダーは、特徴が結構違うよ。まあ、後で説明します。最後は、ミサイルのレーダーで誘導して、近接信管で消滅させます。性能はどんなもん？いろいろ試験しました。まず、アラヒトさんの P ミサイルを、4km の距離から一気に撃ち込む試験です。密集して飛んでくるので、無駄撃ちが多くなったりします。フラフラしてない？中間誘導があまりうまくいってなさそうです。改善点です。撃ち漏らしてるじゃん。まあ、こういうこともあります。一応迎撃成功だけど無駄撃ち多いな。あまりうまくいかなかった場合はこんな感じです。撃ち込む数を変えた試験を、5回やった平均も調べてみました。青の迎撃成功率は、すべてのミサイルを迎撃する確率です。赤の平均迎撃効率は、敵ミサイルの数を使用した迎撃ミサイルの数で割ったものです。さっきの場合なら、B ミサイル3発に対して、6発使ったので 50% ってことです。全体的に効率が悪いし、6発目くらいから迎撃しきれなくなってるね。ノイズの影響で、目標を見分けるのが難しくなるからっぽいです。それに、このレーダーが一気に捉えれるのは、7目標までです。近い角度に、迎撃ミサイルも含めて7目標以上密集しちゃうと、うまく目標を捉えれなくなります。次にやった試験は、B ミサイルをいろんな方向から一気に撃ち込む試験です。今回は8発出してみました。ちなみに、システム自体は32目標まで追尾できます。これはいい感じに中間誘導できるんだね。目標同士が離れてるからだよ。それでも撃ち漏らすと、少し敵ミサイル同士が近いとこうなっちゃいます。まあ、迎撃は成功です。結果はこんな感じでした。さっきの試験よりは性能が良さそうに見えるね。本当は悪いみたいに言わないでよ。でもまあ、密集したミサイルは迎撃しにくいことがわかります。迎撃効率が大きく下がるね。最後は、5km 先から発射された M7 ミサイルを迎撃する試験です。一番実戦に近そう。あれが飛んできてる M7 ミサイルです。前回作ったやつ？そうだよ。最後はトップアタックするような軌道を取ります。射程に入ったら、迎撃ミサイルが発射されます。迎撃に向かうミサイルってかっこいいですよね。撃ち漏らすのはダサいけどね。改良の余地ありって感じです。迎撃成功です。消滅させてるので、放射能汚染も起こりません。これもミサイルの数を変えて試験しました。全体的に低めだね。なんかちょっと迎撃しにくいです。この試験では、捜索レーダーユニットを横に設置してみました。迎撃を横から見ることになるので、目標を捉えやすいと思ったんですけど、あまり効果がなかったかも。全部の試験を比べてもこんな感じでした。横にレーダーを置いても、迎撃効率に大差はなさそう。それに、一発迎撃するために2発も使ってる時あるじゃん。まあそうだよ。次に作るシステムでは、もっと効率よく迎撃する予定です。今回、迎撃ミサイルに旧レーダーを使いました。でも、これの弊害で、担当する敵の横を飛んでいる、別の敵ミサイルを迎撃しようとすることがあります。左の目標に2発もミサイルが行ってしまいました。なんで？新レーダーだと8目標まで一度に捕捉できるけど、旧レーダーだと1目標しか捉えられないからです。
捉えた一つの目標が、本当に自分の担当するものなのか正確に判断できません。しかも、捜索レーダーは新レーダーを使用しているので、中間誘導には誤差があります。目標同士が近ければ近いほど、担当ではない目標に誘導されやすいです。これが迎撃効率を下げる一因になってます。ノイズに悩まされてるね。そうだよ。まあ、他にも新レーダーと旧レーダーには、こんな感じの違いがあります。旧レーダーはチャフが映らないのと、ノイズがないのでミサイルのシーカーに向いてそうなので使いました。でも、判断用の新レーダーと、シーカーとしての旧レーダーを両方使用した方が良さそうです。それでどれくらいマシになるの？作ってみなきゃわかりません。わかんないのか。また新しい防空システムでも作るの？そうだよ。次のやつは、船にも搭載できるシステムになる予定です。とはいえ、飽和攻撃対策は今のところ、FOV を小さくするぐらいしか対策が思いつきません。それでも、現時点の半分までしか小さくできないのであまり改善しなさそうです。あとは、捜索レーダーのCAF対策はいらないかも？ってくらいです。CAF対策の重りをなくせば、同時に8目標を捉えることができます。でも、対艦ミサイル側はCAF巻きまくればいいだけじゃね？まあ、そうかも。特に、GPS 誘導でCAFプラス飽和攻撃なんて来たら防げません。村の人たち聞いた？着付きのミサイルをたくさん発射すれば着弾するよ。ちょっと、やったらどうなるかわかりますよね。前回のミサイル撃ち込みますよ。怖、脅してるじゃん。そうだよ。でもまあ、砲弾とかはそもそもレーダーに映らないから、これもやばいし、低速なドローンへの対応も怪しいです。とりあえず次回は、新しい防空システムを作ってみます。その後で砲弾とかへの対応は考えます。ってことで、ご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれたら嬉しいです。